はい、どうも。ですね、今回はですね、自民党の参院選で岡山何区で、の人がですね、なんかね、統一教会のことについて、いろいろ、意見を申してくれっていうのが、ツイッターで結構飛んでくるんだけど、そんな団体私関係ないし、応援してもらったこともないし、するんで、何にも言うことないんだけど、安倍さんを撃ったのだけは許せないみたいな感じのことを言ったことについてですね、ちょっと複雑ですけど、言ってみたいと思います。一応なんかですね、変な話ですけど、現地は取れたっていうところですね。僕はですね、この人はですね、かなり統一教会に近いと思うんですけどね。で、そうですね。なぜかというとですね、安倍さんが奈良で撃たれたんですけど、安倍さんが撃たれる前の日ぐらいにですね、この人のところで応援演説をしてるわけですよ。ちょっと映像とか見たことないですけどね。で、長野に行こうとしたけど、なんか長野の人がパパ活かなんかで、ちょっとパパ活なのかな、なんか誰かを、女性をなんか妊娠させて逃げちゃったとか、そういうので、ちょっとあいつの応援はちょっと無理だよねっていうので、奈良の応援に行って撃たれたらしいんですけど、だからね、安倍さんに近い、安倍さんが応援に来るイコール、統一教会とのつながりが濃いとですね、個人的には思うのですが、で、割とですね、後々統一教会とのつながりがバレて、困ったことになっている人がいるので、そうですね、なんかほじくっていって統一教会が出てきたら当たりみたいな感じになるのではと思います。今回は以上です。